皆さんこんばんは。たい焼き大好き、ちんくんです。た夏だ、プールだ、流しそうめんだ、ジンクもだ。流れちょる。えい、えい、いってらっしゃい、つって、来ました。あー、つったらも全部そのまんま原理。ごちそうさまでした。ということでね、おいしくいただきましたので、これにて終了するわけがございません。ね、なんてったってこんな面白い機会なんだからデザートもこのままいっちゃえということで、タピオカ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 。それではタピオカを入れるぞ。いいな、入れるぞ、本当に入れるんだからな。レッツ流しタピオカ。甘くしまーす。ハハハハ、青くなったけど青のスライダーだからわからない。やってもたー、色がめっちゃ似てる。流れない。あ、流れた。あ、青い、あ、青いのわかるぞ。あー、流れてる、タピオカ流れてる、タピオカ流れてるよ。さあ、ここから無限通り途中、タピオカがなんとギャラクシーの力を使ってどん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 こちらの方に行ってます。じゃあどんどんタピオカ流せよ。レッツタピオカ。かつてこんなに楽しいタピオカを見たことがあるだろうか。ああ、いろんな人でこれやる。あ、すげえすげえすげえ。ではタピオカといえばこの太いストローですね。タピオカいただきまーす。ちゃんと飲める。え、だってこれさ、みんなでタピオカやってさ、流してさ、みんなでこうやってストロー持ってさ、こうやって、じゃあ俺ここ吸うっつって、俺ここ吸うっつって、こうやってみんなでタピオカペッペッペッつって、俺何やってんだろう。これ炭酸水が全部で3リットルぐらい入ってるんだよ。これに対して今タピオカでいうところ、大体タピオカドリンク1個分のタピオカが入ってます。飲んだ時に入ってくる水分の量がおかしい。これ朝までかかるよこれ、タピオカ飲んでたぐらい。でもね、俺知ってるんです。こういうのやってこうやって残して終わると炎上するんでしょ。ね、怖いよねネットってね。だから俺はちゃんと最後まで飲むんだからね。バイ。